ルナ10号は1966年に打ち上げられたソビエト連邦の無人月探査機。4月3日に世界で初めて月の周回軌道に乗ることに成功し、その後2ヶ月にわたって月とその周辺の宇宙空間の観測を行った。ルナ10号は月を周回するオービターとオービターを月軌道まで届ける飛行ステージから構成されていた。飛行ステージの設計は ルナ9号から受け継がれていたが、ルナ9号のランダーはオービターに置き換えられていた。オービターは円筒にドームをかぶせたような形をしており、高さは1.2メートル、直径0.75メートル、質量は245キログラムだった。月を周回しながらの観測を行うよう設計され、観測機器としては、ガンマ線スペクトル系、磁力系、流星物質検出器、放電カウンター、 赤外線観測装置、X 線検出器、家電粒子検出器の7種類を搭載していた。飛行ステージの主な役割は探査機を減速して月周回軌道に投入することだった。このため飛行ステージには強力な逆噴射用ロケットエンジンが搭載されている。ルナ9号の逆噴射エンジンはランダーを低速で着陸させるために使われたが、ルナ10号の場合は、 月軌道投入のために使われた。また、地球から月へ向かう途中で行う中間軌道修正や逆噴射ロケットを噴射する際の姿勢制御も飛行ステージの役割だった。飛行ステージも含めた探査機全体の質量は 1597kg だった。電力はあらかじめ搭載されている化学電池によって供給されるため長期間の運用には制約があった。 1966年3月31日、ルナ1号はバイコネール宇宙基地からモルニア 8K78M ロケットによって打ち上げられた。探査機はロケットの第4弾と結合したまま地球周回軌道に入り、続いて第4弾のエンジンが噴射され月へ向かう軌道へ投入された。不要になった第4弾は切り離された。翌日の4月1日には、 飛行ステージによって正常に中間軌道修正が行われた。4月3日、月まで8 0 0 0トルに迫った時点で、ルナ1号の逆噴射ロケットが点火された。この燃焼で探査機は減速され、月を周回する軌道に投入された。 軌道投入当初の軌道は、最も月に近づいた時の月面からの高度が 349km、最も月から離れた時の高度が 1015km という大円軌道で、軌道傾斜角が70度あり、月の南北の極を通る極軌道に近かった。軌道投入から20秒後には役目を終えた飛行ステージの分離が行われた。オービターは月を周回しながら観測を続け、 次のことを明らかにした。このように数々の成果を上げたルナ10号だが搭載されたバッテリーは次第に消耗していった。軌道投入から56日後の5月10日、ルナ10号は電力の不足により運用を終了した。運用終了までに月を周回した回数は460回だった。ありがとうございます。